朝原賢三2月28日から1967年7月19日は、大正、昭和時代の日本の労働運動家、政治家、福岡県の小さな炭鉱主の家に生まれる。父の経営失敗により、炭鉱倒産後はくず石炭、くず鉄拾いなどをして生活を送った。1919年、川瀬徳太郎らと日本労友会を設立し、翌1920年、八幡製鉄所の大労働葬儀を指導。葬儀自体は成功に終わったが、朝原自身は治安警察法違反で逮捕された。出国後上京し、新聞の印刷工をしながら、日本大学専門部法科の夜学に通い学んだ。無政府主義者の大杉久志としばしば会ってその弟子、和田久太郎の影響も受けた。この頃、以後、満州問題でも、長い付き合いとなり、朝原の知恵袋とも呼ばれる古市春彦を自宅に住まわせている。また、酒井俊彦や加藤寛重とも交流があった。1925年には九州民権党を結成し、1928年には第16回衆議院議員総選挙に出馬し当選。名演説家と謳われ、1929年の帝国議会での山本延春追悼演説は、後々の語り草となっている。1930年の第17回衆議院議員総選挙には、日本大衆党から当選。1932年の第18回衆議院議員総選挙に、全国労農大衆党から出馬して、満州事変の問題では、満州からの即時撤兵を選挙で叫び、かねてから朝原の政敵で出兵に賛成する社会。民衆党の亀井寛一郎に敗れて落選する。政友会幹事長の森勉から、日中問題を解決するには軍に近づく必要があると説かれ、軍人との人脈づくりに励む。陸軍大臣だった林千十郎の使者として、当時仙台で連隊長の任にあった石原幹事と出会うと、石原と共鳴し、付き合いを深めている。以後朝原は、石原の政務秘書のような役を演じ、宇垣内閣の阻止、林内閣の成立などの際、裏で動いていくことになる。石原が失脚して、舞鶴要塞の司令官に追いやられると、日系管理の内面指導に支配された、満州国共和会を改革する共和会東京事務所、嘱託だった朝原は、加藤泊次郎東京憲兵隊長の下において、治安維持法容疑で逮捕される。これは、石原一派の粛清を目指す東条英機派の意志によるものと言われている。朝原を赤とみなしていた東条が、軍に潜入して、軍を石化させる恐れがあると断じたのである。しかし、朝原を起訴することは石原を疑うことになり、石原を疑うことは、当時陸軍大臣であった、板垣征四郎の顔に泥を塗る行為でもあった。そこで、陸軍省の岩黒秀夫の提案で全員釈放して、朝原のみ国外追放することになった。その後、上海に居を構え、そこで巨万の富をなす。1944年には、東条英機暗殺未遂事件への関与が疑われ、憲兵隊に逮捕される。しかし、またも釈放され、今度は、那須の山奥で蟄居させられる。戦争が終わると、実家に戻り、朝原を訪問した石原と一度だけ会っている。その後は世に出ることを極度に嫌ったが、社会党の左右両派への説得で、鳩山内閣の成立に一役買い、共和会会員で朝原事件で連座した水野茂雄に東郷真治が国鉄スワローズを売却するように取り計らうなどその人脈から政財界の陰の実力者と噂された。1967年。70歳で没した。桐山敬一による唯一の評伝、労働争議に関する朝原が書いたノンフィクション、劣悪な条件下で働いていた工場労働者たちを大いに鼓舞した。ありがとうございます。